キルシスの戦いは、1645年8月15日に、スコットランドのキルシスで起きた、新京都革命でのスコットランド内戦の戦い。数的に不利にもかかわらず、王党派のモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムが再び国民名役に勝利、ウィリアム・ベイリーの攻撃を完全に終わらせた。1645年、ベイリーの軍は、 パウスでスコットランド身分委員会の会議に参加していた。ベイリーには6000の不評と800の軍馬の指揮権を与えられ、そこにファイフで重保した兵士イングランドからの正規軍モントローズ港に敗北した残兵が加わった。騎兵は主に竜騎兵であった。さらにラナーク伯爵、ウィリアム・ハミルトンがその兄のハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンの領事、 クライズベールで重宝した軍を連れて北上していた。モントローズがこれらの動きを知ると、それらがすべて合流する前に、格好撃破する策を取った。ダンケルドから興奮したモントローズはパースを避けて、キンロス、グレンファーグ、アラワを通り、スターリング近くでホース側を、とか、さらに遠回りして、スターリング城に近寄らなかった。8月14日の夜には、 キルシスの傍らのコリアム城の墓地装置に駐屯した。ベイリーはすぐ、モントローズ軍の進軍を知ったが、その目的の特定に時間がかかった。敵に先手を取られ、ラナーク軍が危険に陥ったことがわかると、ベイリーは南下して、スターリングに到着した。モントローズがコリウムに到着した同じ夜、ベイリーはそこから3マイル離れたホリンブッシュに駐屯した。到着が夜遅くだったが、 ベイリー軍はそこで休息を取った。夜中に偵察部隊を派遣して、応答派の位置を特定した。ベイリー軍は、翌朝早く、バントンに移動した。バントンは、応答派の中東地の東に位置し、コリウムと比べて高台になっていた。応答派は、敵の本軍が現れたことにも慌てなかった。ベイリーは、敵がよく準備されたこと、自軍がフル装備で、 数マイル行軍したことを鑑みて、バントンに止まって、ラナークの援軍が現れるまで待つことを選んだ。もし、ラナーク軍が現れたら、応答派を挟み撃ちにでき、そこで、モントローズが、ラナーク軍に攻撃することを選んだら自軍は、後ろからモントローズ軍を攻撃できると踏んでの選択であった。さらにモントローズが、カベナンター本軍を直接攻撃した場合、 高地にある数で上回る敵を攻撃することになり、極めて不利である。ベイリーの決定は正しかったが、彼の命令には、身分委員会の批准が必要だった。この委員会には、アーガイル公爵、アーチボルド・キャンベル、クロフォード・伯爵ジョン・リンジー、タリバーディン・伯爵ジョン・マレー、バルフォア・ノ・バーリー卿ロバート・バルフォア、エルチョ卿デビット・ウィームズ、 そして数人のカルヴァン派聖職者がいたが、彼らはモントローズ軍が逃走することを恐れて、モントローズ軍への側面進軍を命令した。ベイリーは反対したが聞き入れられなかった。カベナンター軍が進軍を開始すると、その左翼は、モントローズ軍の左翼に当たるマクリーン士族の騎兵に攻撃し、右翼は王統派の騎兵を攻撃した。 それ以外の兵士には特に命令がなく各自攻撃したため混戦となった。モントローズは木に乗じて、騎兵とハイランダー軍を混乱したカベナンターの渋滞への攻撃に投入、応答派の騎兵も後にこの攻撃に参加した。ベイリー軍は破られ逃げ出した。カベナンター軍は約4分の3の損害を出した。ベイリー自身は騎兵の援護で南へ逃走したが、 ケルビン側近くのダラター出現で捕まった。彼は騎兵を置いていかなければならなかったが逃走に成功し、無事スターリング城に着いた。後年、フォースクライド運河の工事中、この時死亡した数人の兵士の遺体が引き揚げられた。このうちの一人は乗馬したままだったという。ラナークの軍は敗北を知ると試算し、ラナーク自身と身分委員会はイングランドへ逃亡した。このため、 モントローズは短期間ながら、スコットランドを主催し、グラスゴーへ入ると、国王チャールズ一世の名において、議会を召集した。しかし、モントローズが知らぬ間に、イングランド王党派は、キルシスの戦いが起こる2ヶ月前の6月14日、イングランド内戦のネーズビーの戦いで、議会派に敗れ、国王軍は、壊滅的な損害を被った。モントローズは国王を支持して南下しようとしたが、 自身も9月13日のフィリップホフの戦いで決定的に敗北した。戦場には記念塚が建てられたほか、戦場は2009年のスコットランド歴史環境政策によりヒストリックスコットランドに保護されている。また、8月14日のモントローズ軍中トンを記念してコリウム城の草地は騎兵公園と呼ばれた。ありがとうございます。